このオイルを使うと痩せます。今回はカルディさんで私が3つセレクトしてまいりましたので、今からご紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。ではこの痩せるオイルのダイエットの効果のポイントは、もうズバリあなたの腸内環境を整えてくれるオイルだからなんです。そのことで結果、あなたの腸内で痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をこうどんどんこう増やしてこう元気にしてくれるオイルなんですよね。そのことであなたは自然と痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。では早速一つ目からご紹介していきますね。カルディさんで選んだまずオイル一つ目はこちらです。オリーブオイルです。でオリーブオイルといってもいろんなね種類があって、こうどれを選べばよいかこうわからないという方もね多いので、そういったコメントもいただいてますから、ちょっとそれも踏まえてご紹介していきますね。でオリーブオイルのダイエット効果もとにかく便秘改善です。その結果腸内環境が改善されて、痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて、その痩せ体質になれるという、まあ、その先ほどのお話の通りを、まあ、叶えてくれるオイルなんです。では早速こちらですね。今回選んだのは、イタリア産のオリーブ 100% を使用したフルーティなエキストラバージンオリーブオイルです。でオリーブオイルもこのエキストラバージンオイルというのはやっぱり良質のオイルになるんですね。でこれはですね、南イタリアの太陽の恵みを受けて育ったオリーブの実を収穫から24時間以内にコールドプレス製法でその絞って作っているオイルなんですよね。あのこのコールドプレス製法でも大事です。いろんな製法ありますけれども、こう薬品を使ったようなものではなくて、こういったこう正しいその製法でちゃんと作ったオイルがおすすめですね。でこちらがいいのはですね、そのオリーブオイルってこの酸化に弱いんですね。なので買われる時はあのこう遮光性の瓶に入ったようなそのこう透明ではない容器のものを選んでください。で今回私がこれを選んだ理由は、あの個包になってるんです。ちょっと開けてみましょうね。では失礼します。この個包になってることでオイルのその古くなるその酸化防止が可能になります。しかも今お伝えこの遮光でも真っ黒の容器に入っていて、もうパチンと開けてこうね、適量をまあこの使い切りサイズなわけです。このエキストラバージンオリーブオイルでこの使い切りというのがいいんですよね。こう油が酸化しない、古くならない、結果そのお体の方も錆びつかせないということになりますから、こういったのをもうほんと普通のまあいろんな、私結構こちらお味噌汁にも入れたりするんですよ。美味しいですよ。もう何にでもかけていいです。ちょい足しです。もうピッピッと何でも、お豆腐でも納豆でもお味噌汁でもサラダでも何でもいいんですよ。もうこのオリーブオイルを1日、そうですね、この1本でいいと思います。量的にですね、1つに 7g 入ってますから、7g あたりこちらエネルギーが63キロカロリーですね。で太る原因は糖質です。でこれは脂質ですから、そこまで気にしなくても大丈夫です。太るポイントは糖質の摂りすぎですが、脂質はやはりいいオイルは体にとってすごく大事なので、こちらを、まあ、1日1本適量で取られてみてくださいね。では早速2つ目参りましょう。こちらです。カルディで選んだアマニ油です。でこちらですね、保存料添加物不使用となっております。もうこういったしっかりとしたあの無添加のオイルを選んでくださいね。でこのアマニ油というのはその腸内環境をこう整えてくれるのに必要なオイルで、あのリノレン酸というオメガ3の油に、まあ、値するものなんですよね。でこれは実はですね、アマニ油というのはその腸の炎症を鎮めてくれるんです。ちょっと荒れてしまった腸内の環境をこのオイルを使うことでこう鎮めてくれる。で結果善玉菌が増える環境にしてくれるオイルですから、まあ、先ほどのオリーブオイルとまあ共にですね、上手に使い分けていただきたいなと思います。で目安はもうこちらもそうですね、1日に先ほどと同じ、まあ、7g なのでティースプーン
多くても、まあ、3倍ぐらいで小さじ1ぐらいですね、1日取る目安で使ってみてください。でこちらも先ほどのオリーブオイルと同じように私も本当こう納豆のタレとして使ったりですとか、お味噌汁にちょい足ししたり、あとは納豆麹の時にちょっとこう入れたりとかですね、もうとにかく何でも入れます。お菓子作りの時にも結構ね混ぜて使っちゃうこともあるんですけれども、ただ、まあ、オリーブオイルはまだ加熱してもまだいいんですが、この亜麻仁油はなるべくその加熱しない方がいい油ですので、もうそのまんま使ってくださいね。もう何でもかけて使う方が効果があります。加熱専用ではありませんから注意してくださいね。では次です。いよいよ最後3つ目、こちらエゴマ油です。こちらになります。カルディさんで見つけたのはこちらのエゴマオイル1日分のオメガ3ということで10袋入っている使い切りタイプです。先ほどのオリーブオイルと、まあ、一緒ですよね。使い切りです。でこちらがすごく便利なのは、1日に摂取できる量がもうその個包で入っているとこ測らなくていいんですよね。ちょっと開けてみましょう。こちらですね、1日に必要なオメガ3の脂肪酸が1袋にちょうどね入っているんです。ここにもね書いてあるんですけれども、結局このエゴマオイルのその全体のその成分のうちですね、約 57% がなんとこのオメガ3の脂肪酸が占めている、もう良質のオイルなんですよね。でこのエゴマ油というのはですね、その中性あなたの中性脂肪の値をちょっと下げてくれる効果もありますし、また別名シソ油とも呼ばれています。ちょっと香りがね独特の場合もあるんですけど、そんなにでも気になるような香りではないです。でこちら1包で 1.8g かける10袋入ってますから、全部で内容量が 18g ですよね。ちょっと出しましょう。見えますか？かわいいですよ。なんかおしゃれで、オメガ3、アルファリノレン酸エゴマオイルですね。でこちらの1袋が1日分の目安量である、その脂肪酸が摂取できるようにも作ってくださってます。なのでこちらもね面白いです。裏にね書いてあるんですけれど、お召し上がり方ということでね、1日1袋を目安に何にでもかけてお召し上がりくださいって書いてある。何にでもかけていてすごくないですか？私ね本当何にかけようかなって。こちらですね、サラダや和え物、お豆腐って書いてあるんですけれども、私はこちら、まあ、納豆だったり味噌汁だったり卵がけご飯であったりですね、もう何にでもね、もう飲み物でも、そうドリンクでもいいんですよ。おさゆであったりとか、そんなに香り気になりませんので、まあ、先ほどのこのアマニウもねそうなんですけれども、コーヒーとか紅茶とかね結構ね何でも入れていいんですよ。本当に難しく考えなくていいんです。でこちらも加熱用ではありませんから注意してくださいね。加熱してしまうとせっかくのその成分がねしっかり機能しないままになってしまうともったいないので、先ほどのアマニ油とかエゴマ油の方はやっぱり加熱負荷ですよね。そのまんま何にでもかけて召し上がってくださいねっていうものです。さあいかがだったでしょうか。今回はですね、私いろんなお店で痩せるオイルを探しては皆様にあなたにですねお伝えしてきているんですけれども、今回はカルディさんで選んだ美腸活専門家の、観点から3つ痩せるオイルを選びました。でこれはですね、例えばオリーブオイルばっかりとかアマニ油ばっかりではなくて、こう1日トータルかけてですね適量をそのバランスよく取るのがすごく大事です。あなたの腸内環境を整えるにはばっか食べはダメですよ。何でもそうですけれども、バランスよく腸内環境に良いものをまんべんなく取ることが一番そのあなたの痩せ菌の種類をですね増やすことができるんです。ここがポイントなんですね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的に綺麗に痩せるを応援しております。でまたダイエット法などなどご質問おありの方は皆様ですね、こちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりまして、そちらから皆様ご登録されておりますので直接ご相談くださいね。でまたこのチャンネル役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。
私とても励みになっておりますし、もう本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。